よし。さっぱりしたな。はい。もう少しで飯ができる。固して待っていろ。すみません。ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。はあ、ごちそうさまでした。いよいよだな。はい。最終選別は富士笠根山で行われる。わしも何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。不思議な場所ですか？あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。ほう。これは？役所の面という。お前を災いから守るようにと、まじないをかけておいた。持っていくといい。はい。ありがとうございます。わしがしてやれることはここまで。あとは炭治郎。お前次第だ。ゆっくり休め。あの時、なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。禰豆子、鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさか、このまま死んでしまうんじゃないかと、いつも考えてしまう。大丈夫だよな、禰豆子。兄ちゃんは少し外に出ていくけど、すぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。鼻、嗅覚を研ぎ澄まし危険を察知しろ。お前ならできる。そして必ず生きて戻ってこい。はい。行ってきます、鱗滝さん。
これは？よし。サビトとマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤重山か。すごい、こんなに藤の花が。咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。こんばんは。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤重山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山のふもとから中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし。四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。ひさかたぶりの人肉だ。いきなり二人やれるだろうか。
後にすばしっこい。見えるぞ、鬼の動きが見える。鬼の動きが見えるということは対処しやすい。今の俺ならできる。もう一度やってた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。よし、行こう。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。いで、あの、あ、この腐ったような匂いは。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。動きを見ろ。修行の時を思い出せ。もう一度
したんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっとつもうし。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。血の匂いだ。来る。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。うわー、なんだよ本当。ただの風なの？風なら風って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし。何なの？何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやー、今度こそ出たんでしょ。もう嫌。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。よし。木が倒れて通れるようになってる。ありがたい。利用させてもらおう。掴んだ。
鬼の匂いが強くなったぞ。この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。すごいな、あの子。鬼と戦ったのに無傷だ。ありがとう、助かったよ。君、名前は？ん？え？なんとも不思議な子だな。よし。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て、炭治郎。なんだ？この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。これは手形。なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。
匂いが強くなってきたぞ。近い。獲物がもう一人、しかも俺の可愛いキツネじゃないか。大きい。キツネ小僧、今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正、また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん、許さん。鱗抱き目、鱗抱き目、鱗抱き目、鱗抱き目。どうして鱗抱きさんを。俺を捕らえたのは鱗抱きだからな。だな、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それって、じゃあ二人はその女が殺されていた。でも、俺は二人と。その面、目印なんだよ。その狐の面がね。鱗滝が掘った面の木目を俺は覚えている。役所の面と言ったか。お前がサビトとマコモを恨むなら鱗滝を恨め。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。そら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 、おっと、ぶっ潰れろ。結果きつな。君だけじゃない。お前に食われたものの仇は俺が取る。くじけることは絶対にない。ここだ。甘いんだよな。避けた。まだ動けるのか。弟のシゲルの声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとうシゲル。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。大きくなっている。冷静に、冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前、本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。ヘッ
神は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に。止め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビとマコモ。
そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺流山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。たった4人、20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は？まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の水の戸でございます。刀は？本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよ、カラスなんて。刀だよ、刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ。この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ。お話は済みましたか？ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ、俺は。選べと言われてもどう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、五人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。ようやく解放されたと思ったら、体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。ねずこ、うろこ滝さん。
生きて戻っ